3月22日、野田総理は国賓として来日しているクウェート国のサバーハ首長を首相官邸に迎え、首脳会談を行いました。まずは、サバーハ殿下の生止めの来日を行います。クウェートは中東のアラビア半島に位置する国。四国よりやや狭い国土はそのほとんどが砂漠ですが、1938年に大油田が発見されて以来発展を続け、近代的なビルが立ち並びます。現在クウェートにとって日本は第1位の原油輸出国です。東日本大震災の際には、殿下ご自身の入社直後によりまして500万バレルもの原油を無償で供与していただきましたけど、殿下がアクアマリン福島に300万ドル、日本赤十字社に200万ドルの寄付を表明されたことに感謝したいと思います。クウェートからのご支援によって岩手県、そして宮城県、福島県、それぞれの被災地において公衆のために有効に役立てております。今回の会談ではクウェートが東京電力福島第一原子力発電所の事故により停止していた日本からの食料輸入の規制を解除することを約束。また総理から引き続き日本が必要とする原油の供給をお願いしたい旨を伝えました。サバーハ首長からは原油をめぐる情勢の安定のためにも引き続き供給していく旨の発言がありました。会談後、二国間の投資協定について署名。中東湾岸の国々からなる湾岸協力理事会、通称GCC 諸国と我が国の間での初めてとなる投資協定を結びました。これによりクウェートにおける投資環境の法的安定性を高め、日系企業の投資活動の円滑化を目指します。昨年は日本とクウェートの外交関係が樹立されて50周年という大変大きな節目でございました。これを機に幅広い分野で2国間の関係を重層的に発展させていきたいと思います。